はい、こんにちは、タムです。今回は超究極シェアアズナブルに挑んで遊んでいこうかなって思います。はい、これパックの方が良さそうだよね、多分。パックどこだ、あれパックどこだ、あれパック見当たんね、あれあった。はい、さてやっていこうかなと思います。で、ね、これね、一応ね、ボス、ステージ3まで行ったんですけども、地雷の爆発に巻き込まれて死にましたね。まあ、地雷ね、結構ね、地雷対応して、完全ギミック対応してるキャラクターがちょっと弱いんで、まあ、こういう感じでやるしかないんですよね。さあ、やっていきましょう。最初は、右薄赤いで、2体のギャラクシーを倒していきます。このボールって、このボールの使い道は、ボス、この、光属性の、雑魚を倒すために利用します。光属性のやつはこのボールを利用して倒してあげてください。はい、あー、でこの1の数字は何かっていうと、防御力アップをしてきます。なので、できればギャラクシーはしっかりと倒しておきたいですね。で、眠ってしまうと終わりです。はい、眠ってしまうと防御力アップが、じゃあ防御ダウンしてくれませんね。はい、これメモリーアルファの弱いところです。こういう場合はちょっと薄めに弾いて、はい、結構ね、まあ HP やばいんだけど、じゃあここね、結構硬いんですよね。じゃあ照明削り、平面削りつけれるのであれば、しっかりとつけてあげて火力を出してあげてください。 OK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  で、タッチ貫通弾そんなに入らないな。うん、で、OK、さあ、いいよ。で、結構ね、ボスの即死とか危なくなったら、ワンチャン、メモリーアルファの睡眠弾とかで即死も防げると思うから、この辺もちょっといいですね。で、右か？うわ。オッケー、オッケー、オッケー。いいですね。重力バリアキラー L がしっかりと刺さっていますね。うん、で、パックがしっかりと溜まってきた。なので、パックがね、そんなに焦る必要性はないかなーって今のところ見ていますね。で、この反射印は、防御弾刺する必要が確かなかったのかな。うん。なさそうですね。オッケー。オッケー、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 オッケー。いいよ。で、右の反射印は多分即死だと思うんで、その辺はね、気をつけてください。とりあえず、地雷を回収しつつ、いやー、これ結構硬えなー、ほいで。うん。で、この右の反射印も、そろそろ火力を出していかないとやばいということで、この反射印結構硬いんだよね。地味に。なので、右のしっかりと2つのボールを利用して火力を出していってあげます。 OK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 、 クリティカルもしっかりと出てる。え、これ運極じゃないの？運気のスポットを取ってないんですけども、なんかすげえクリティカル出た。で、右上が危ないんで、おい、マジか。おい、これ、やばい。これ、地雷の即死が、まあ、即死じゃねえけど。OK。そんなに巻き込んでないから、いいとしましょう。はい。OK。OK。強い。こういう感じに角度から挟まっても、ダメージは出てますね。地雷を取りつつギャラクシーを倒しましょう。
OK。 まあ結構火力出てますね。 OK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 。 結構メモリーアルファの重力バリアキラー L の殴りが相当強力です。いやこれ1000円ガチャで出てよかったマジで。硬いなだいぶこれ。危なかったらこれアムロレイの SS 打ってよさそうな気がする。打つかなんならこれ。まだ溜まるよな、どうせ。打たなくても良さそうだった。まあでもラスゲに溜まるでしょうどうせ。うん、はい、とりあえずボールを利用して。うわー最悪、絶対にこれやばいだろう今の。絶対に今ボールを倒さないといけなかったのに倒せなかったな、やばい。さっきここで負けたからしっかりと地雷も回収しないとな、うん、で重力バリアまとっているんで、まあ重力バリアキラー L 刺さるんで、まあ強いでしょう多分。はい、 OK、 強い。でこれ多分蘇生ないよな、蘇生ないから大丈夫なはず。で地雷を回収しつつボールで倒したらまあラッキー程度でいきます。 OK、 さすがに蘇生はしねえよな。蘇生すんなよマジで、蘇生すんな。 OK、 はい、え、これは何、これ挟まって倒すとかねえよな。さすがにボールで倒すってことだよな。知らねえけど。ん、あ、この反射のパネルを利用しろってこと。やば、バカかよ。はい、おー強い。え、これまさか殴れってこと。違うよな、さすがに違うよね、違うよな。はい、おー、OK、OK、OK、あれこれ殴りも入るんかな。何これすごっ。ガンダム全く分からんけどかっこいいよなこういうのって。ナイチンゲール、すごいよねモンストのこういう演出って。僕ガンダム本当に全く分からないんですけども、それでもかっこいいなと思うの、思うもん。それを出さすのが興味を、ガンダム全く知らないキッズでもこういうねかっこよさをね醸し出されるのはガチで俺才能だと思っています。マジ運営天才だよな。はい、 OK、 とりあえず反射員倒したんでいいでしょう。まだ即死の猶予があるんでまだ撃たない。OK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 。 でとりあえずメモリーアルファの SS が2本あるんでとりあえずそこまで大丈夫でしょう。アムロさんの SS も撃てるし、OK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 。 強い、めっちゃ強い。で、で、うわ危な、直接殴るかも、直接殴れ。おお、結構強い。うん、もうこれ攻めるか。はい、おい、それマジかよ。まあ上手い人だったら多分 SS なしでもぶっ飛ばせるんだろうけど、いけそうだな。いや、もう打つかこれ、打った方が良さそう。
すればアクシーが止められる。ちょっと僕の PS じゃ無理俺の PS じゃ無理。インファンデル OK。 うわかっけえなこいつマジ。西側からアクシズを分断しようというのか。でアムロさんの SS1 段階目も溜まるしこれやばいな。でメモリーアルファの打っとこう。はい OK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 
オッケー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 。はい、うん、さあ倒せ。オッケー。アクシズを分断しようというのか。でメモリーアルファの SS をまた打ちに行きます。さあ行け。適当に暴れろ。オッケー。さあオッケー。うん、はい、とりあえず倒したんでオッケー。さあドクで強っ。もういいじゃん。はい、オッケー。終わりでしょこれ。チャッハッハ、終わった。さあアブロー行きまーす。はい、魔を倒せればアクシズを止める。オッケー。いやこれ簡単っすね。メモリアルファ2のアムロレイにアムロ艦隊アムロ2が一番強そうな気がする。メモリアルファの毒メテオが最強すぎるね。やっぱこの倍率の SS 最強だわ。はい、ということで今回は視野ナイチンゲール視野に遊んでいきました。メモリアルファが最強ですね。ということで動画は終わりたいと思います。1000円で当ててよかった。バイバイ。